ありがとうございます。はい。はい、こんな感じで。はい、バッチリです。はい、じゃあそのまま。おい、別に取りやすい順番でも全然いいよ。あ、でも大丈夫ですか？M1 もずっと取って。うん、OK です。じゃあ M1 からいきます。チェロを下げるというよりは全体的にちょっと上の方をもうちょいフォルテシシモ気味でいただけると嬉しいです。ちょっといい一杯いただけますか。はい、いい一杯。4つ前から出ます。音量バランスバッチリです、はい、ちょっと若干ピッチが気になったのでもう一回だけいただいていいですか。
この状態で一回ちょっとつるっと聞かせてください。はい、一回こっちで聞きます。もうちょいリバーブ。もうちょい。はい。はい。
シート2枚で2枚で大丈夫です。はい、シート2つ前から出ます。お願いします。こちらも見ますので、ヘッドもちょっと調整してみてください。すいません。
クがクリックを上げられる。全然聞こえない。うん。俺も聞こえない。上げたけど、多分音質がなんか。ちょっと音質変えましょうか。ちょっと一回出してますね。はい。もう雰囲気バッチリだと思うので、そんな感じで撮らせていただければ。はい。最後のテーアーだけ受け取りたいです。はい、こちら B の参照説明11からやってます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。では、今のところをつるっともう一回もらってもいいですか。
じゃあもう一回お願いします。はい、最後まで一回やってみましょうか。積み出すのにもう一回同じのください。ごめんなさい。どこ間違ってました？あの、はい、今のテイク F をソプラノ間違えました。あ、了解です。じゃあ F だけ今のテイク。はい。
大丈夫。